はい、皆さん、一番一番拍手をお願いいたします。ちょっと待ってくださいよ、寂しいですよね。さあ、ラブナインはね、経歴があるとして、昨年の4月22日に松戸競輪場さんの三冠バッグで出てきたんですね。そうですね。そして、サテライト使用されたってことで、もう、はい、お仕事おめでとうございます。はい、今日はね、盛り上げてやってきましたラブナイン。まずは、リーダー、自己紹介お願いします。はい、はい、リーダーの三冠バッグともみです。よろしくお願いします。あの皆さん、実はね、今あの現役テントを聞いていただいて、結構綺麗な曲でしょ。彼女が作詞作曲したんですよ。すごくないのかな。すごいでしょ。作詞を今に一大きく、自分で作ったんですよ。で、自分で走ってるから気持ちだと思ってますもんね。そうですね、初めてあの、はい、この学年に入るので経験知らなかったんですけど、実際に見てみて感じた、気持ちを、素直に続けていただきたいと思います。ぜひ皆さん今度は、今度の方でレイズを見てください。あの、紹介後バッと来るんですかね。ごめんなさい、今日もね、ごめんなさい、今日もね、よろしくお願いします。京子ちゃんはね、あの、ボボの先生も歌われますけど、歌手なんですよ。もともと歌手、アイドル志望で、アイドルちょっと怒ってます。ああ、そうです。一番アイドルだもんね。すみません、かわいいですね。はい、そして、はい、どうも、こんにちは。生まれちゃんのマイクです。よろしくお願いします。マイクちゃんは、はい、まだ19。はい。え、他に住んだ組織ってことよ。すごいですね、重量結構。